タケラジ公式アプリズームタケラの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。タケダ塾チャンネル。はい、今日の中森です。お茶の水本高校社長清水です。この動画をご覧の皆様はグッドボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。清水先生、はい、今回僕はですね、皆さんに言いたいことがあるんですよ。おすごい大事なことです。はい、もうね、これタケダ塾チャンネルの人には耳が痛いと思うんですけど、はい、ぜひ行かなきゃいけないと。何すか、緊急提言ということで。緊急提言何すか。いいですか、いきますよ。竹田塾チャンネルを見ても受験は受かりません。なんてこと言うんですか。当たり前でしょ、だって。じゃあ、清水先生、受かると思いますか、竹田塾チャンネル見たら。天才肌の人は。いや単純な話で、勉強しなきゃ受かんないってだけの話、はい。あ、そこですね。まあ、見るだけだとってことですね。そうです。はいはいはい、ポイント欄とか、やっぱ反応見てると、はい、みんな本当に勉強してんのかなっていうのが、めっちゃ心配になるわけですよ。勉強法マニアになってないっていう。この時期、やっぱ現実逃避したくなったりとか、はい、なんか自分の実力を直視したくないみたいなところってあると思うんですよ、みんな。はい。竹田塾チャンネルとか見たりとか、あとはなんか合格体験記とか人のやつ見たりとか、はいはい、今から3ヶ月でマーチ余裕みたいな、やつとか見て、はい、いや、全然いけるじゃんみたいな。はい、でも現実の自分の偏差値は春からもうピクリとも上がってないみたいな風になってたりとかすると思う。なるほどなるほど。あと経験上なんですけど、まあ、受験終わった人ってちょっと話盛りがちなのかなっていう。いや、そんなもうちょっといろいろ苦労してたっしょっていうところを、まあ、意外と綺麗なとこだけ切り抜いてたりとかってすることがあるので、まあ、ちょっとそこは注意してほしいですね。確かに。そうなんで、竹田塾チャンネル僕らが言うこうやっていろいろアドバイスとかするじゃないですか、はい、チャンネル上でなんか、はい、聞いてりゃ受かると思っている人がいないか心配なわけですよ。で、まあ、それこそ竹田塾チャンネル以外にもいろんな情報のチャンネルありますし、うん、まあ、ネット調べれば大体のことは分かるじゃないですか、はい、ってことは多分受験生で差がつくとこってもうやったかやってないかっていうか実行してるかしてないかですよね。そうなんですよ、はい、勉強しなきゃいけないと思うんですよ、はい、なんていうか、例えばこれが息抜きとして使ってもらえるのは全然ありがたいし、自分が困ってることがちょうどいい情報がピンポイントにあって、はい、それを参考にしてくれる、それすごい嬉しいし、はい、まあ、やってる甲斐あるなと思うんですけど、はい、なんか竹田塾チャンネルを見たらなんか勉強しないことが許されてるって思っちゃったらダメなんて思うんですよ。それはやばいですね、うん、どんなにいい参考書を使おうが、どんなにいい授業を受けようが、はい、どんなにいい勉強法を聞こうが、はい、やってなきゃ上がんないわけなんですよ。仕入れる情報が1に対して、まあ、やっぱり5とか10とかぐらいやっていかないと、やっぱその1の情報活用できなかったりしますもんね。いや、例えば受験相談でもよくあると思うんですけど、はい、1回受験相談して、はい、数ヶ月後にもう1回来ますと、はい、その時にちゃんとやってきた人と、はい、もう何もやってこなかった人って、はい、もう全然違うじゃないですか。だって何もやらないで来た人ってまた同じ質問するじゃないですか。たまにありますね、そういうのも、うん、だから僕らも受かってほしいんですよ、みんなに、うん、竹田塾の生徒だからとか、ね、チャンネル見てる人全員にやっぱ受かってほしいと思って、うん、でそのためにはやっぱそのやんないと受かんないし、はい、やった結果悩んでることをやっぱコメントでいろいろ書いてほしいなと思うわけなんですよ、うんうんうん、そうですね、うん、最近やっぱ多分コロナの影響もあると思うんだけど、はい、コメント欄がね、春からあんま変わってねえなっていうのをちょっと見てて思うわけですよ。なんか勉強初期の感じの雰囲気なんですかね。そうなんですよ。だから、まあ、例えばこれがひょっとしたら高1高2が質問してるのかもしれないけど、受験生がもし、はい、春にするような質問をまだしてるような状況であれば、はい、うん、勉強が進んでないと思うんですよ。なるほど。ちゃんと勉強してる人はそもそもコメントしてないってだけかもしれないですよね。そうなんですね。このサムネイルがね、多分ね、僕が言った提言に書いてあると思うんですけど、はい、ひょっとしたらなんか変な意味に捉えられて、はい、竹田塾はなんか負け宣言をしたぞみたいな自分たちが受からせらんないって宣言したみたいに捉えられるかもしれないけど、はい、でも、はい、やっぱ受かるためには竹田塾チャンネルをどんなに見ようが、うん、本人がやんないと受かんないんですよ、はい、それをもう一回ね、あえて耳を痛い話だけどちょっと言わなきゃいけないかなと、うん、いうふうに思ったわけなんです。まあ、我々発信してるのは勉強法ですけど、武田塾と理念の理念としては、まあ、一冊完璧にするところまでやるっていう、その実行っていうところに重きを置いてる塾だから。コメントとか書いても動画見てもやっぱそれだけじゃ成績上がらないんで、はい、自分自身が勉強進めていかないといけないし、最後ね、受かるのは自分のおかげなんで、あくまで我々は使われる側というか、そう、サポートでしかならないから、はい、その僕らがメインではないんですよ、はい、みんなの受験なんで、みんなが主役なんで、うん、ぜひね、勉強してほしいなと。そして、はい、やったことを書いて、はい、ちょっとね、絵馬じゃないですけど、はい、頑張るぞっていう思いをね、書いてくれると嬉しいかなと。そうですね、ぜひですね、皆さん、竹田塾チャンネルを見て成績上がったつもりになったりとか、はい、受験受かるなとは思わないで、はい、ぜひ自分でやんなきゃと思ってですね、うん、勉強してくれればというふうに思って、今回の僕の提言としていきたいと思います、はい、実行を意識して勉強してください。はい、ここまでです。
先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生、とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。